はい、どうもこんにちは、アイアンです。今回はコロシアム回のキラーをやっていきたいと思うんですけど、今日上がってんのがおそらくイブかクリスマスかなということで、メリークリスマス彼女いない方とかね、彼氏いない方、恋人いない方に関してはちょっとね、悲しい1日2日だとは思うんですけど、まあ俺もそうだから俺もそうだけど、まあでも今年はね、土日じゃないから日月だからね、まだよかったね。去年は土日だったんで、まあ、地獄の土日を過ごされた方もいるかと思うんですけど、まあ今年は日曜だけなんで寝て過ごせば終わります月曜は多分ね、みんな学校とか仕事あると思うんで、あっという間だと思いますので、彼女いないからといってね、まあ悲観的にならずトリクル楽しみましょうはい、ということでいきます。キラー、コロシアム回のキラーですね。斬撃でいきます。格闘と射撃かな、まああるんですけど、まあ、おそらくね、斬撃が一番楽だとは思うので、まあ斬撃をおすすめしたいなと思っております。で、パーティーアイザーもそんなにきつくはないっていう感じかな。うん、まあちょっとミホークがね、フェスゲンにはなる。まあレイリーもフェスゲンなんだけど、レイリーのところはまあ他のシビル解除キャラもいるし、まあ別に他誰でもいいと思うんですけど、まあここだけだね、懸念点としてはね。ただこれも俺、戦長効果マックスまで行ってないキャビンディッシュなので、虹色になってないからね、いけるんじゃないかな。だってさ、これターン短縮ついてるんで、これね、あ、これじゃない、書いてねえわ対象カラーが強くなるって書いてるんですけど、まあキャビンディッシュ入ってるんですよ。ターン短縮がかなりされてるので、スキルが完全下がってる14ターンまでいかなくても全然貯められそうな気はするのでね、編成としては多分そんなに高くはないかな。フェスゲミオークぐらいかな。ただフェスゲミオークも無料でね、手に入ったので、何回かね、手に入る機会あったので、まあ、そんなにかな。うん、まあ、あとゾロが必須かな、このパーティーだと。あ、必須でもないか。ゾロもまあ斬撃エンハンス誰でもいいのか。正直 1.5 倍エンハンスでもなんとかなりそうな気するけどな。そうだね、ディアマンテがちょっと買いが効かないかな。どっちかっていうとね、防御ダウンとチェーン両方効くので本当に最適なキャラかな。うん、ディアマンテがちょっと嫌だね、いないとね嫌だねっていうけど、しょうがない、いない、いない人はいないけど、しょうがないんだけど、じゃあディアマンテだけちょっと厳しいかもしれないですね。まあ他のとかなりそうな感じはしますけどね。で、ディアマンテとキャビンディッシュがパワーアップしてるので、基本的にディアマンテとキャビンディッシュのスロットは残しておくようなパターンがいいかなと思ってますけど、あー倒せない。うん、まあこの2人は残していくパターンでいきたいと思ってます。あとコンボ読んでちょくちょく殴って、はい。で、解放に関してはまあ毎ターン1000じゃなくてもいけそうな気はするけど、まあ安定したいならこの方がいいのかなと思います。まあ1日7回までしかいけないんでね。あ、やべ、何してんの。ちょっとフェスゲームよく貯めなきゃいけないんで、まあ第一段階まで貯めればなんとかなる気はするんだけどね、正直ね。てか第一段階までしか多分貯まんねえよ、今回。うわー、倒せない。マジか。よく難しいね。グッドとかで加減すると、今度倒せなかった時にかなり激減しちゃうんで、攻力が。ちょっと難しいですけどね。これとか。あ、グレート、オッケーオッケーオッケー。グッドだとちょっと今微妙だったから。ちょっとわかんないね。うわ、全然スロット来ねえ。全然来ねえな。はい、突破で、ミオク第一段階ですね。第一段階で止まんなかったんでしょうがないですね。はい、じゃあこれでいきます。あ、これ一回攻撃してもいいんだけど、攻撃するか、攻撃しとこう。一回攻撃します。1ターン目からキャベツ使うパターンでもいいんですけど、次にダメージ与えれないんで、うん、2ターン目のがいいと思います、個人的には。あの、スロットが揃わないパターンの方が多いので、それでいきます、今回は。で、この2人はパワーアップしてるんで、順番としては後ろの方がいいかなと思います。で、1回食らう。で、まんまダメージ多いんだけど、はい、てか半減かな、かな、わかんないや。で、はい、ここ全力でいきます。あ、順番ちげえ、何してんので、野心がパワーアップしてるんで、あれ、山で野心だよね、そうだよね。はい、これで OK です。で、全部攻撃しなくても、ミオクで飛ばせるんで、OK ですね。はい。で、ボス戦ですね。で、ここもダメージが入って、ここでヤマンテ1回目使います。
一冊ターンだけ気にすればいいわけじゃなくて、船もねちょっと気にしなきゃいけないので、ちょっとやっぱね時間はかかるかも。他のタイプのパーティーに比べるとちょっと時間はかかり気味かもしれないですね。で他のパーティーに関してちょっとあまり分かってないんだけど、俺どんなパーティーできるのかとか、まあ、順番ちげえじゃん、だからまあいいや、もう順番はもういいや、ごめんなさい。はい、 OK ですね。スロットが来ないですね。スロット来ないですね。ちょっと次ぐらいでスロットお願いします。まあそんなにスロットはね揃わなくてもいけちゃいます。2人だとちょっと微妙だね。2人はちょっと微妙なんで、もう一旦待ちます。はい、これでいいでしょう。でまあ船もあるんでね、まあ割と余裕かなとは思いますけど、5800。これちょっと微妙だな。もう一回食らおうか。まあ船があるんでなんとかなるでしょ。でレイリー使うんですけど、復活後ねレイリー使うんですけど、多分一発は食らわなきゃいけないので、一発分の体力は残しておかなきゃいけないっていう感じ。起きたね、うん、はい、これでいきます。正直一人揃ってない分はもう正直関係ないんで、どうせ一人目バレつかかんないんで、はい、これでいきます。はい、 OK ですね。で一回撃破する、で復活する、でフレスロット変換、はいはい、でここでレディを使います。はい、これで OK ですね。でここ斬撃ハンスかかってるんですけど、まあどうせフリースロットなんで正直ダメージは入んないですね。でここでスロットも良ければね2ターンで倒せるんだけど、ちょっとこのスロットでもいけるのかな。あやべ、今のグレートでかっ、いけるこれ。あーギリギリ足んないね、うん足んないわ。今ちょっとグレート出さなきゃいけたね、うん、まあでも結構余裕でしょこう見ると。はい、こんな感じで編成難易度そんな高くないんじゃないかなと個人的には思ってますけど、ディアマンテがいるかどうかぐらいですかね。ゾロに関しては見ていただいて分かった通り、まあ 1.5 倍ハンスでもいけんじゃない、うん、魅力と組み合わせれば。まあ、チンケース 2.5 個でもあるんで、だいぶ火力としては余裕があるかなとは思いますので、うん。こんな感じね。んだ、ここゾロのところな、斬撃ハンス誰でもいいけど、誰がいいんだろうな、斬撃ハンスか。最悪、クイナとかでもなんとかなるかな、 1.75 だからね。最悪なんとかなるかなと思うんだけど、パーフェクト失敗した時が怖いんで、そこがどうかなっていう感じかな。無課金だと茶ひげとかなるけど、茶ひげだとね、茶ひげでもいけそうか、でも。茶ひげでもいけそうですけどね。はい、そんな感じです。で、キャラ評価をちょっとサクッとしたいと思います。キラね。効果がちょっと変わってまして、まあそんなに正直評価することもないんですけど、何が変わったかっていうと、まあ、タイプは変わってないです。ダントツと斬撃。まあ、ここのタイプは関係なしです。で、前のキラーが技だったんで、力速かな。うん。力速を持続性スロット変換。技属性だったら絶対揃うみたいな。心地以外ね。力技速だったら揃うみたいな。とこだと思うんですけど、まあ、力技速になったことで、まあ、技のキャラはまあもちろん変わらず揃うんですけど、まあ、力即属性、心地だったとしても、まあ、技揃うよねっていうところで確率が上がりましたね。で、あとは、HP8%、1% 増えたのかな ?7% じゃなかったっけ確か。ちょっとここ間違ってたらごめん。確認取り忘れたわ。なんか 1% 増えたような気がする。8% だったっけ、ちょっと覚えてないや。うん、っていう感じです。で、まあ、即属性に変わってるので、まあ、そうだな、斬撃の即属性ってあまり強いやつが、まあ、キャベンディッシュいるんだけど、俺キャベンディッシュ持ってないから。持ってないから、そうなんか即の斬撃が弱いイメージがあるんですけどね。うん、打突に関してはちょっと分かんねえや。うん、猫マムシ持ってないんでちょっと分かんないな、うんって感じかな。あまり参考にならないコメントでごめんなさいね。はい、そして最後にガチャ引いていきたいと思います。あ、ここじゃねえか、こっちね。はい、メールに来てるんで、はい、これメリークリスマスということでプレゼントが来てるので、メリークリスマス取れ。
トレードだってますね。はい、これ引きます。聖夜祭すごいです。外伝ですね。すごいです。外伝に関してはちょっと引かないとは思います。多分いいかなとは思ってます。ちょっと惜しいキャラわかんねえんだよな俺。これなんかいすぎて、いすぎてわかんないけど、まあフェスゲンはどうせ当たんないにしても、金が出れば嬉しいかなって感じですかね。はい、もうサクッと引きます。はい、お願いします。金で、おお、いいね。シークレットじゃないのかい。シークレットじゃん、もう持ってるよ、しかも。持ってるよ。はい、ということで、こんなところで終わりにしたいと思います。はい、この動画が良かったらグッド評価お願いします。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録お願いします。ということで、以上、トリクルのコレクション会の攻略でございました。おはようございます。